ゴルゴンゾーラ伯爵。私はマルシオ・アンドレ・リヒトナウ。ブラジルでパラグライダーのインストラクターをしている。パラグライダーは最高の趣味ではあるが、一歩間違えば命を失うことになる。教え子たちが間違えた行動を取らないように厳しく指導することを心がけている。それだけに私の教え子たちは私の宝のようなものだ。全員マナーを守り、誰も犠牲になったことがなかった。あの日までは。それは昔の教え子アデリール・アントニオ・デカルリから一本の電話が入った時だ。マルシオ先生、お久しぶりです。おお、アデリール、元気にしてたか。彼は現在カトリックの教会で神父をしている。お調子者で頑固で向こう密ではあったが、誰かのためなら一生懸命になれる男だ。インストラクターを請け負った後も何度か一緒にスカイダイビングを楽しんでいた。最近はあまり会うことはなかったが、急にどうしたのだろう。マルシオ先生、実は私、歴史を書き換えるほどのチャレンジをしようと思ってるんです。なんだ、エベレストからのダイブでもやるつもりなのかい。そんなものじゃない、もっと大きなことさ。なんだろう。少し嫌な予感を抱えつつも私は答えを待った。実は風船で空を飛ぼうと思ってるんです。は、想像以上に馬鹿げた計画を聞かされた。ちょっと待て、アデリール、いくらなんでもそりゃ無茶だ。そんなことはないよ、私の計画は完璧だ。わかってるのか、着地地点をいくら計算してもどうしても風任せになってしまう。そんなの気球だって同じだ。先生は昔から心配性なんだよ。だいたいどうして風船で空を飛ぼうなどと。いつも大変に走り回ってるトラック運転手に福音音楽が聴ける休憩所を作りたくてね。その資金集めがしたいんだよ。はあ、つまりスポンサー料目当てか。だけど神の教えに従う者が安らげる場所を作りたいんだな。素晴らしいアイデアだと思わないか。私はその話を聞いてさすがに冗談だと思った。いくらなんでもそんな些細なことのために危険なことを犯すわけがない、そう思ったからだ。それが私の最大の落ち度だった。とても夢のある話ではあるね。だがちょっと突拍子もなさすぎるよ。なんだと？とにかく私は反対だ。やるとしても地上から紐を。わかったよ、先生には頼らない。私は絶対成功させてみせる。アデリールはそう言い残すと電話を切った。怒っているが、さすがに風船で飛ぶなんて冗談だろう。本気だとしても風船で空を飛んだ事例くらいなんて今までにもある。本気で風船浮遊を考えているならそのくらい調べるだろう。例えば1992年、地球の反対側の国日本で起きた事件、通称風船おじさん、ファンタジー号事件。日本からアメリカに飛び立つと言って風船をファンタジー号と名を付けたゴンドラにくくりつけ飛び立った無謀な日本人ピアノ調律師。空に焦がれたものならこの有名な事件は知ってるだろう。この無謀な冒険家は未だ行方不明だ。おそらく30年経っても遺体すら発見されないだろう。それに今は2008年だぞ。風船旅行をした場合の危険性など検証され尽くしている。まったく、マルシオ先生はビビりすぎなんだよ。チャレンジしなければ人は何も変えることはできないんだ。風船で空を飛ぶんだぞ、こんなの人類初だろう。仮に遭難するにしてもなんとかなる。食料に GPS、 衛星電話も持ってる。行方不明になんてならないさ。これから私は空に飛ぶ。みんな止めるなよ。最初こそ風船はゆっくり上昇を始める。それは気球旅行では味わえない絶景だろう。うひゃー、水平線が見えるなんて絶景なんだ。私だって気球旅行はしたことがある。その幻想的な光景には感動すら覚える。それが風船旅行ならそりゃ最高だろう。すごい、世界は私のものだ。だが当然ではあるが、風船は方向転換ができない。全て風任せで、風向きをいくら調べようが上空の風がどうなってるかなんてわからない。あれ？海に出てしまうぞ。予定の航路から外れている。それだけなら気球と同じだが、風船の場合は自由に上昇下降はできない。
風船を一部切り離せば加工もできるが、どこに降りるかの調整など不可能だ。これどうやって降りればいいんだ。そこまで考えてなかった。上昇するにつれ気温も当然下がる。マイナス15度以下にも上る。極寒の風が襲いかかる。そのくらいエベレストが毎日雪をかぶってるんだから、アデリールも当然知ってるだろう。寒い。なんでこんなに寒いんだ。太陽に近づいてるのに。さらに言うまでもないが、上空は空気が薄い。そんなところにまともな装備もないまま飛んでも高山病になるのがオチだ。気分が悪い。頭も痛いし息苦しい。空気が薄いということは気圧も変わる。となると風船の中の空気が膨張し破裂し始める。いやー、大変だ。風船が破裂し落ちていく恐怖は相当なものだろう。いつ墜落してもおかしくない。まさに死のカウントダウンだ。死ねー。衛星電話や GPS も持っていくだろうが、宝の持ち腐れだろう。寒さに加え気圧の変化、雲などの水分、故障の原因を挙げ出したらキリがないくらいだ。おい、誰か助けてくれ。コントロールを失った風船は風任せに流されていく。当然スコールや嵐を避けることもできない。神よ。空気が薄い中、高山病の苦しみに悩まされ、肺が凍るような空気にさらされ、いつ死ぬかもわからない。最初のファンタジーな世界とは打って変わって、さながら拷問椅子と変わってしまうだろう。誰か助けてくれ。そんな恐ろしいこと、もはや挑戦とは言えない。まさに自殺行為だ。いくらあいつがお調子者で無鉄砲でも、そんなことは。私が救助隊からそのことを知らされた時はまさかと思った。こんな馬鹿げたことを本気でするとは思わなかったからだ。アデリール、今どこにいるんだ。もっと私があいつのことをしっかり止めていれば。そんなことを後悔してもアデリールは帰ってこない。私の教え子は優秀だと傲慢になったことが彼を殺したのかもしれない。もう GPS も彼を捉えていない。衛星電話も当然繋がらない。5日間にかけて捜索は行われたが、ついに彼は見つからなかった。その3ヶ月後、南東部の沖合で遺体が打ち上げられていた。その姿から彼がアデリールであることが判明。ただその遺体は見るも無残な姿だったという。日本の風船おじさんは未だ行方不明。彼が死んでいるというのなら、アデリールはまだ幸せだったのかもしれない。神の導きかはわからないが、海に落ちたのに遺体だけは地上に戻ることができたのだから、私にできるのは彼のようなバカな真似をしないように教え子に正しく指導することぐらいだろう。パラグライダーは楽しい趣味だが、決してふざけてはダメだ。命の危険もあることは忘れるなよ。ご視聴ありがとうございました。ゴルゴンゾーラ伯爵漫画動画更新。